モナスティルはチュニジア北東部の都市、モナスティル県の県と、サヘル地帯にあり、スースの 20km 南、首都チュニスの 162km 南にある。伝統的な漁港であり、現在はチュニジア有数の観光地である。人口はおよそ7万1546人。モナスティルの名はラテン語のモナステリウムに由来する。モナスティルは フェニキア時代から古代ローマ時代にかけてあったルスピナの都市の廃墟の上に建設された。アラブ人が最初、イフリーキーヤに植民地を建設した際、ケルアンやスースと共にその一部を構成した。市内には保存状態の良いリバートがあり、かつては敵国の船がいないか海を監視する場所であった。幾人かのウラマーが瞑想にふけるためこの平穏な都市のリバートに、 滞在するためやってきた。リバートは、モンティ・パイソンの映画、ライフ・オブ・ブライアンの撮影場所にもなった。モナスティルには、モナスティル・ハビーブ・ブルニーバ国際空港があり、西欧諸国との国際線がある。メディナの北側に、広大なシーディマザリ墓地があり、マークリ派法学者のマーザリーが埋葬されていることから、その名がついている。これに隣接して、 金色のドームを持つブルギーバ描画がある。ブルギーバ大統領一族を祀る墓として、1963年に建設された。チュニジア初代大統領、ハビーブ・ブルギーバは、モナスティル出身で、彼の霊病はこの地に建てられている。ジョバナ・マギー・パトリッツィア・ファブリ、アート・ヒストリー、チュニジア、エ、ディ・カーザ・エディトリチェ・ボーネチ、フローレンス、2008。 P41 ハットハインツホムイマイケル・ボナーザ・エンパイア・オブ・ザ・マフリーパルティ1ボリューム X ビエディー・ブリルレッド1996 P221 ありがとうございます